どうもマフィーです。本日ですね、ソフトバンクが日本ハムの自由契約になっていたマルティネス投手を獲得を発表しました。まあマルティネス投手は2018年に日本ハムに入団して、その年に防御率 3.51 で10勝11敗とね成績を出したんですけども、2019年シーズンは登板なしに終わって、まあ昨シーズンは17試合に登板したんですが、防御率 4.62 で2勝7敗と終わり、まあ日本ハムの自由契約になっていたんですけども、まあ今回ね、ソフトバンクがね、マルティネス投手を獲得した背景にあるのは、まあ昨シーズンね、9勝をマークしたムーア投手が退団して、まあメジャー復帰したことで、まあムーア投手のね、穴が開いてしまったんですよね。そのムーア投手の穴を埋めるために今回ね、マルティネス投手をまあ獲得したと思われるんですけども、そこで今回は、マルティネス投手は新天地ソフトバンクでどんな成績を出せるのか検証したいと思います。こちらがマルティネス投手の能力。コントロールはいいと若干不安だが、スタミナの方は先発には問題ない。一発があるのは不安だが、おそらく二桁勝利は十分できるであろう。今回はマルティネス投手を1年間先発に入ってもらうことに。果たしてマルティネス投手は新天地のソフトバンクでどんな成績を出せるのだろうか、ムーア投手の穴を埋めることができたのだろうか。ソフトバンクは2位だった。75勝62敗。楽天とは 0.5 ゲーム差で惜しくも優勝を逃してしまった。今回マルティネスの投手の成績。防御率 2.42、14勝2敗。日本に来て過去最多の勝利をマーク。そして、ムーア投手の穴を埋めることに成功した。果たして、マルティネス投手は今シーズン、どんな成績を残すことができるだろうか。